突然ですが、問題です。私たちの住む日本の国、北の果てから最南端まで全長何キロメートルあるでしょう。答えは、直線距離でおよそ3000キロメートル。これがどれほどの長さかというと、実は月の直径の大きさに近いんです。夜空に遠く輝く月、その直径は約3400キロメートル。ここで考えてみてください。広大な海と大陸を抱える地球、その中にポツンと浮かぶ小さな島国、日本。それが月ほどの長さもあるなんて、地球という星はなんて大きいのでしょう。直径およそ12700キロメートル。月の4倍にも及ぶ母なる星、地球は、宇宙の星々の中で一体どれほどの大きさにあたるのでしょうか。広い広い宇宙のお話。まずは地球の属する天体の集団、太陽系とそのスケールを順に比較してみましょう。こんにちは、Mちゃんです。今回は宇宙の神秘、巨大な太陽系の惑星比較についてご紹介します。太陽系の惑星の中で最も小さく、中心の太陽に最も近い惑星、太陽系第一惑星、水星。その直径は地球の 0.38 倍、質量はわずか 0.056 倍しかありません。一方で、太陽から受ける光や熱の量は地球の7倍にも及びます。そのため、昼間の温度は灼熱の400度、夜には極寒のマイナス160度にまで下がります。水星の英名、マーキュリーは、ローマ神話に伝わる商人の守護神、メルクリウスに由来します。メルクリウスは、ギリシャ神話においては、オリュンポス十二神の一柱、ヘルメスという名で登場し、足の速さと頭の回転の速さから、神々の伝令役も担っています。水星は、太陽系の惑星の中で、最も早く公転する星。故に、伝令役のその名が付けられたと言われています。赤く輝く太陽系第四惑星、火星。その直径は地球の約 0.53 倍、質量はわずか 0.1 倍程度。色が赤く見えるのは、表面に大量の酸化鉄が含まれているためです。火星には海がありませんが、地形は非常にダイナミックで、エベレストの約3倍の高さを持つ太陽系最大の火山、オリンポス山や、深さ7キロメートル、幅最大200キロメートル、長さ4000キロメートルの太陽系最大規模の峡谷、マリネリス峡谷などがあり、また地球と同様、季節も存在すると言われています。火星の英名、マーズはローマ神話の戦と農耕の神、マルスに由来します。ギリシャ神話においては、オリュンポス十二神の一柱、軍神アレスとして登場し、真っ赤な火星の不気味な輝きが、血や戦火を連想させることから、その名が付けられたと言われています。太陽と月に次いで明るく輝く星、太陽系第二惑星、金星。その大きさは、地球とほぼ同じの 0.95 倍。地球に最も近い行動軌道をたどり、太陽系において大きさ、平均密度ともに最も地球に似ている惑星です。金星には非常に分厚い二酸化炭素の大気が存在します。これにより強い温室効果が働き、表面温度は水星よりも高い460度にも上ります。空には硫酸の雲が広がり、太陽光を遮断するため植物が育たないと言われています。金星の英名、ヴィーナスは、ローマ神話における美と愛の女神、ヴィーナスに由来します。ギリシャ神話に登場するオリュンポス十二神の一柱、美の女神、アフロディテと同一視され、高光と光る金星の神秘的な美しさから、その名が付けられたと言われています。青く美しく輝く、太陽系第三惑星、地球。私たち人類を含め、多種多様な生き物を育んだ母なる星。直径およそ
12756km。 私たちにとっては果てしなく大きなこの地球も、太陽系の中では4番目に小さい星。やがては地球も小さな粒に見えるほど、外には巨大な天体が数多く存在するのです。太陽から最も離れた極寒の星、太陽系第8惑星、海王星。直径約49000km、地球の約 3.88 倍にあたる大きさと約17倍の質量を誇ります。一方で、太陽系の最も外側を回る海王星には、届く太陽光もわずかで、地球の900分の1ほどしかありません。表面温度は、極寒のマイナス220度。しかしこの寒さのおかげで、表層の大気にはメタンが保たれ、太陽光の青い光を反射するため、海王星は特別美しい青色に輝くのです。海王星の英名、ネプチューンは、ローマ神話の海の神、ネプトゥヌスに由来します。ギリシャ神話に登場するオリュンポス十二神の一柱、最高神ゼウスに次ぐ強力な力を持った神、ポセイドンと同一視され、海王星の幻想的な群青の輝きからその名が付けられたと言われています。地球の約4倍の大きさを誇る太陽系第7惑星、天王星。直径約51000km、質量は地球の約15倍。ガスや様々な氷からなる星で、極めて高圧で高熱な星の地下深くでは、炭素と水素から大量のダイヤモンドの結晶が発生し、大きくなると星の中心核の方へ深く沈んでいくと考えられていることから、ダイヤモンドの雨と表現されます。これは天王星に限らず、海王星でも同様に発生し、さらに宇宙では、各地で同様の現象が起きている可能性があるとする論文が2022年に発表されています。天王星は他の惑星と異なり、近代になって発見された惑星でもあります。1781年3月13日、イギリスの天文学者ウィリアム・ハーシェルによって観測され、他の惑星と同様に古代の神話から神々の名を採用しようと、ギリシャ神話の天空の神にして、全宇宙を最初に統べた原初の神々の王、ウラノスの名が付けられました。太陽系で2番目の大きさを誇る太陽系第6惑星、土星。地球の約9倍の大きさがありながら、質量は小さく、密度は8分の1しかありません。その軽さは水に入れたら浮かぶほど。これは、軽い水素やヘリウムなどで構成されているためです。土星の特徴ともいえる大きな輪は、小さな氷の粒が土星の周りを回転してできたもので、厚さは数百メートルと非常に薄く、しかし直径は数十万キロメートルにも及びます。土星の英名、サターンは、ローマ神話の農耕神、サドルヌスに由来します。ギリシャ神話に登場するティタン神族の長にして、ウラノスの次に全宇宙を統べた神々の王、クロノスと同一視され、土星のくすんだ黄色い輝きが土を連想させるためなど、名付けの背景は諸説言われています。太陽系で最も大きな惑星、太陽系第5惑星、木星。その大きさは地球の約11倍、直径約14万キロメートル、質量は地球の約318倍に及びます。美しい縞模様は厚さ 3000km にもなるアンモニアの雲からなり、惑星の周りを公転する衛星の数は太陽系の中で木星が一番多いことが2023年1月最新の研究結果で判明しています。木星の英名、ジュピターはローマ神話の最高神、ユピテルに由来します。ギリシャ神話に登場するオリュンポス十二神の一柱、最高神ゼウスと同一視され、悠然たる木星の姿からその名が付けられたと言われています。木星は最高神の名にふさわしく、あまりに巨大。地球が約1300個分、すっぽりと入ってしまうほどの大きさです。しかし、そんな木星をも超える大きな星がまだ一つ残されています。太陽系の中心に存在する恒星、太陽は
公転する8つの惑星をはるかに凌駕し、木星の10倍もの大きさを誇ります。直径は地球のおよそ109倍にあたる約139万2000キロメートル。質量は地球の約33万倍。体積に至っては地球の約130万倍。言うなれば、仮に地球をビー玉とした時、木星はハンドボール大、太陽は直径約 1.8 メートルの大玉転がしの玉ほどの大きさにもなります。いつも空に遠く小さく拝める太陽が、いかに巨大であるかがお分かりでしょう。太陽を中心に惑星の公転する太陽系、その軌道の直径は光の速さで3年かかるおよそ3光年にも及びます。しかしながら、そんな太陽系も天の川銀河の中では特に端の方、中心から約3万光年も離れた場所に埋もれているのです。これほど無数に星があれば、太陽系の外にはもっと大きな天体も当然あるのでしょう。太陽の大きさを軽々と上回る太陽系外の怪物級の天体の数々については、また次のお話で。不思議の絶えない宇宙。2017年には太陽系外の遥か遠くから謎に包まれた奇妙な天体が地球の近くにまで飛来してきました。不可能に近い確率で飛んできた恒星間天体オウムアムア。これまでの宇宙科学の常識が通用しない明らかに異様でミステリアスな天体。恒星間天体オウムアムアの正体については概要欄の動画でご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。M チャンネルでは世界に存在する不思議や都市伝説、神話などをご紹介します。この世の解明されていない謎に興味がある人は、今すぐチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。